皆さん、こんにちは。この動画は上の動画、先行プレイ動画の続きになってます。パート0が存在しています。動画情報にリンクを貼っておきますので、まだご覧になられておられない方は、一度、確認のほどお願いいたします。はい、ということでこのシリーズ、始めていくよー。この続き、どうなるのか、気になっていたということもあり。それと、YouTube の再生数も3万を超えているという、ありがたいお話もあって、続きを進めていくことにしたよ。今回の動画、前回の動画から久々になるので現状の確認を少し。もともと劉備領は今の呂布軍の領土で、呂布軍の領土が今の劉備軍の領土だったんだけど、理不尽な歴史イベントにより綺麗にひっくり返り、そして曹操と呂布とは一回ずつ戦った直後という状況。あとこれね、シナリオ設定、難易度は極級。それで他設定はデフォルトじゃなくて、一番大きい変更、徴兵の有無を、なし、にしてる。今まではこれをありにして、敵の負傷兵を確保するという作戦。敵兵を削らず、士気をゼロにして捕獲する。これを大いに利用して戦ってきたんだけど、それを封じた。これはかなりきついと思われる。そして隣接地域効果、小だったのを一段階上げて中にした。極級でただでさえ強い敵部隊が、より強くなるという設定。それと、平坦斬り効果を標準から小に変更した。平坦斬りに慣れてくるとその効果は強烈で、自由に動かせるプレイヤーはかなりやりやすくなる。その効果を小さくした。主の中でこの設定はかなり難しそうに感じる。この設定でやった場合どうなるのか。やってみたかったんだよね。あと、今回の進め方と目標なんだけど、これね、歴史イベント、自勢力他勢力ともそれを見るために、できるだけ条件を満たすように進めていこうと思う。大体素直に制覇を目指すタイプじゃないのでご了承ください。それで今、開いているイベント、沈騰の策略。これを行うと結果、勝敗が曹操のものになるという。曹操と呂布のイベントで劉備は関係ないやつ。そもそも勝敗って今、劉備領なんだけどね。満たせていない条件が、勝敗の所属勢力が呂布軍であるってやつ。勝敗に移し替えられた劉備にとって、非常に理不尽なイベントでもある。可比水攻めは、沈騰の策略をやれば自然とできるみたい。そして、期待しているのがこの越境の戦いというイベント。これは炎章と公孫さんが戦うイベントで、これを終えるとなんと、強運が仲間になるんだよね。あと7ヶ月後という条件だけ満たせば実行できる、素晴らしいイベント。あと直近のイベントといえば、この議定の落日。今、足りていない条件が演術の都市数が2かってやつ。ただ、今の演術分、都市数が3つあるんだよね。なので、今言った4つの歴史イベントをクリアするための、劉備軍の動きとしては、まずは兵を何とかして貯める。最初のこれが一番難しそうなんだけどね。そして兵を貯めたら、この受信を取りに行く。そして受信を取った後、次は呂布軍に勝敗を攻めさせ、呂布軍に勝敗を渡す。そうなれば、見たいイベントのクリアは見えてくるんじゃないだろうか。そうすると、一連のイベントによって呂布軍は弱体されるみたいなんだよね。そして、狙いとしては呂布軍をこちらが滅亡させて、呂布軍の武将を手に入れたいところ。誰が一番欲しいのか、それは、挑戦だよね、当然。人妻ではあるんだけど、我が妻にしたいところ。ただ、ゲーム的には呂布は本妻である原始がいるので、挑戦は今空いているみたい。一月半前、3月末のアップデートで、周回コマンドってのが使えるようになって、婚姻ができるんだよね、多分だけど君主もできるはず。まあ、そういうことです。そもそも、劉備には監視っていう妻が現在いるわけでね、どないするんやっていう話ではあるんだけどね。このおじさんは、深いところでそういう希望を秘めている、そういう感じ。そして、そういう流れを経た後、今のところ、一応の今回の最終目標。それが深夜に行っての最大の歴史イベント。これ、3個の例。諸葛亮を仲間に迎えるやつ。深夜に行かないとできない歴史イベント。都市数の所持も2かという条件がある。果たして行けるのだろうか。ということでね、今回の進め方、目標はこんな感じで行こうと。川山用したよ。よし、ということで、プレイを進めていこう。
と言ってもやることは少ない。よっしゃあとは地域内生還の設定と探索をやって終わり。時間を進めた。前回で曹操軍と呂布軍を撃退したばかりなので、しばらくは大丈夫だろうという気持ち。探索で金がとにかく欲しいところ。一月後の秋で兵糧を買いたい。おっとこれは、炎将軍が南下して牧羊に向かってる模様。ということはあれか、曹操軍がこの対応に追われて、こちら兵確保の余裕ができるのかもしれない。あと気になってるのが、4月末のアップデートで、AI が迎撃で出やすくなってるんだって。これはね、正直、やばいと思った。前は、敵が出てこないまま、こちらが年を落とすってのが結構あったからね。迎撃されたら困る場面っていうのは何回もあったんだよね。これこれこれ、強いんだよこれ、迎撃されると。やばいよやばい。溶けてる溶けてる。奉仕陣形の攻撃力がやばすぎるんだよね。こちらがもし、攻撃に出られるようになった時、大変な気がする。こっちはまだ攻められていないようだ。そして8月になった、ここで義勇兵のイベント、これ大きいな。半年ごとに行えて、兵を3000増やしてくれる。これで優備軍の兵は14,600。そしてこれは、そこから3ターン、1ヶ月を飛ばして9月。おーっと曹操軍、奉仕の少ない兵で加工園と装甲が動いているぞ。なるほど、演術軍の領下が巨匠領に入ったから反応したのね。二つ先の年まで援軍を出すのね、明らかに前の極級とは動きが違う。それで次の10月、商人が来ていたので兵糧を買った。都市規模が小なので10万まで。吉報をお持ちしました。これで攻められても兵糧的には問題なさそう。あ、長安の李覚を馬頭軍が攻めてるのね。ここ長州軍の縁も攻められてたみたいだけど大丈夫そうだ。おーっと曹操軍、こちらではなく炎将軍を攻めているぞ。開始から5ヶ月が経過、こちらの兵は15,700。なるほど、他勢力同士で攻め合って、こっちに来ないのか、プレイヤーを攻めてくるもんだとてっきり思い込んでたけど。今度は炎将軍の方が強い。長江の奉仕12,000とか、絶望させる兵力だな。防衛に出た炎将軍に部隊は引いて、長江に任せる動き。長江対雨金。長江の行軍は3,276。雨金隊は解けた。それにしても、この敵の早い迎撃、こちら攻める機会があった時、どうしたもんかな。これは綺麗将軍、奉仕3000が出てるようだけど、進行というよりは、こちらの歩を取りに来てるだけなのかも。うわぁ、革新隊も解けた。あ、綺麗将軍は太りじゃなくて、陣を建設してるみたい。続き。長江は380しか減っていないじゃん。ここで年が変わって198年1月になった。今回の開始から7ヶ月が経過。そしてここで、イベントランプが点灯。駅長の戦い。このシナリオを始めた時から楽しみにしてたやつ。駅長城に立てこもる公孫三軍と、それを攻める炎将軍との戦い。10年分の兵糧を蓄えた公孫三軍が炎将軍を迎え撃つ。籠城っていうのは兵糧があるだけではダメなのか。撃退に成功してた公孫三がだんだんとおかしくなっていく。閉塞感がそうさせるんだろうか。救援を出さないようになって、味方の離反が相次いで起こる状態になった。この戦いは5年にも及ぶ戦いになったみたい。この流れで趙雲がこちらに来てくれる。本来は、この戦いで敗れた公孫さんは妻子と共に自害して滅亡する。
イベントではその手前、駅長を地下道作戦で攻めるぞってところで終わってる。よしよし、これで長運を手に入れて、いつもの優美軍に近づいたぞ。高村山軍は、慶応炎章軍に奪われて、北平一都市になった。全然優美軍の動きがねえじゃねえかって話だけど、今回はここまでプレイをしたよ。兵糧が満タンで金にも少し余裕が出たので、陣をいくつか建設して敵襲に備えているって感じ。現在の兵数は 17,400 ほど、今回の開始から7ヶ月が経過して、8,000 ほど増えてる。敵都市を攻めるとなると、5万くらいは欲しいと思う。この都市規模省の最大兵力なんだけどね。今のまま、こちらにどこも攻めてこなかったとしても、かなりの期間がかかりそうではあるし、攻めてこられたらさらなる期間が必要になってしまいそう。攻める目標は受春なんだけど、炎術軍は、序南と露光に結構な兵を有している。援軍が来るとかなり大変そうだ。次回はできるなら、兵を貯めて出陣するところまでやりたいところだけど、それができたとして、出陣後の勝敗を攻められる心配と、攻めていった時、敵迎撃にこちらの兵が耐えられるのか。何にせよ出陣をするときは、周囲の状況の変化を待つ感じになる気がする。軍友割拠系は、他勢力同士が動き合うので、どこかで敵の隙ができる可能性があるかも。ということで、続きは次回。では、またねー。